皆さんこんにちは、アニプランツです。先日アガベの撮影用にジンバルを購入してみました。今日はそれを使ってアガベの成長記録を皆さんにお伝えしていこうと思います。昔の写真などと比べて今のアガベがどうなっているかをジンバル撮影で行っていきます。いつもより高性能な動き、アングルなどに着目しながらご覧ください。まずはじめに、僕はいつもスマホでアガベを撮影しています。今回買ったのはスマホ用ジンバルになりまして、設定するだけで写真、動画のモード設定や縦向き、横向きの設定、ズーム、向き調整などジンバル上でのボタン一つで操作が可能になります。アガベの撮影では手ブレ補正での滑らかな動きだったり一定速度の動きが重要になってくるかなと思います。例えば近くでアガベを撮る場合だと滑らかなカメラ移動での臨場感のある撮影ができますし、広角でたくさんのアガベを撮る際は一定の速度で手ブレやガタつきもなくスムーズに撮ることができます。とても綺麗に動きますよね。てな感じで今日はいくつかアガベをピックアップしてそれを撮影していこうと思います。はい、まずはじめはこちらエボリスピナです。購入当時はもっと丸くて真っ白でしたが、発根して一度葉を展開させてから今の風貌に至ります。だいたい買って1年4ヶ月くらいですね。去年の夏にかなり開いたんですけど、冬場に水の量を減らしてファンを回していたら少し丸みが戻ってきたかなって感じです。横から見ると微妙に違いがわかると思います。今は春だし水もあげたいんですけど、この形をなるべく維持するために少なめで管理をしています。エボリの場合は一本一本が細長い分、葉が垂れてこなければ割とかっこいい形をキープできるので、育ち盛りでも多少水の量は他のアガベより減らしてますね。はい、こちらのエボリは昨年9月に購入しました。すぐに発根して葉も展開してきたんですが、通気性のいい鉢に入れているからか葉の展開がゆっくりで最初の形とあんまり変わってない感じがします。でも葉は何枚か展開しているので徐々に大きくはなってきていますね。トップスピンがえらいことになってて、このかげろう感が半端ないぐらいかっこいいです。先ほど葉が垂れないためにも水やりは減らしていると言いましたが、エボリスピナに関しては他のアガベよりも群れに弱い特性があるんですよね。なので通気性や水はけを良くするという意味でもなおさら水やりの回数や量というのは他のアガベよりも減らしています。次はこちらの小さめなエボリです。これは白い巨子が本当にたまらない株ですね。こちらも購入して1年4ヶ月くらいになります。はじめは葉が閉じていたんですが、発根して徐々に葉数が増えて今ぐらい開いてきました。広がりすぎず下葉もあまり枯れなかったので枚数だけが増えましたね。小さい鉢に植えているので水はけや通気性もこのエボリにとって良かったのかなと思います。このサイズ感でこのクオリティなので個人的にはかなりのお気に入り株ですね。続いてはこちらのポリダ・ギルベイです。この株はかれこれ 4,5 年ぐらい育てているギルベイになります。初めて買ったのが2016年の11月なのであと半年ぐらいで5年ですね。翌年の3月に脳の鉢に植え替えをして、それから3年後去年の4月に2回目の植え替えを得て今に至ります。去年の植え替え前はかなり下葉が枯れてて、植え替え後は徒長して葉が細くなったり垂れたりしていたんですけど、今年は成長点が太くて短めになってきたかなって感じです。割と葉も厚みが増してきて力強い感じが戻ってきました。これからもアガベライフを共に過ごすパートナー的な存在と今はなっています。はい、次はこちらのホリダです。これは去年の10月頃に購入したんですが、
もともとこのローライフファクトリーの鉢に仕立てた状態で購入しました。このアニプランツのチャンネルアイコンにもなっています。買った当初あまりにも完成度が高いので、とりあえず冬入る前に発根をさせて1枚展開したところで冬に突入しました。その後水やりを減らしていき、今は2枚ほど展開してこんな感じになっています。あまり水をあげていないので、もう少し増やして葉に厚みを加えたらまた当初のイメージに戻ってくるかなと思っています。でもまあ個人的にこのスタイルも好きなんですよね。むしろこの形の方が好みだったりするので、適度な水やりを試みていこうかなと思います。はい、お次はまた系統が変わり、こちらのチタノタブラック&ブルーになります。この BB はいかつい葉を今まさに展開している最中です。もともとはプラ鉢入りだったのを小さめの竹ローポットに入れて、去年10月頃から育成しています。大きさ的にはまだ小苗なので水やり頻度はかなり多めにしていますね。ですが鉢が小さく通気性があるので、それでも少しずつ展開していってるのかなと思いました。出てきている挙手の大きさや色味も素晴らしいですよね。あとは色つや葉の厚みも結構あって、今後の展開がとても楽しみです。次はこちらのレッドキャットウィーズルになります。まだ買って日が浅いんですけど、こちらはだいぶ発根して葉が適度に開いてきました。買ったのは去年の12月ぐらいだったんですが、昼間は外管理で水も控えめだったので、発根するのに少し時間がかかってしまいましたね。だいぶ暖かくなってやっと根付いて1枚目が展開してきました。この株の場合、葉が閉じ気味だとトゲが上を向いててかっこいいんですが、徒長したり葉が開きすぎちゃったりすると見栄えがかなり悪くなりそうなので、なるべくこの形を維持して少しずつ展開させていきたいと考えています。次はこちらのチタノタです。これは姫源流っぽいんですけど、特にチタノタの何なのかは記されていませんでした。この株は発根からほとんど葉を展開させていません。めちゃくちゃ締まってて、さすがに水を欲しがっているのがひしひしと伝わってきます。この株も確か去年の12月に購入したんですよね。かなり発根が早かったので、その後は特に水やりはせず、様子を見ながら間隔を空けてあげていました。とても小さい鉢に入れているので、水はけや通気性もありすぎて、こういう形になるのも無理はないかなといったところです。さっき紹介したホリダと同じく、結構このスタイルも気に入っているので、最大限形を維持しながら水やりをして様子を見ていこうと思います。いかがだったでしょうか。一部を除いて、今回はここ1年くらいの間にどう成長したかを記録したアガベを題材にしてみました。僕自身の家の環境が変わったこともありましたが、冬場に日光とファンの風で形を締めた株が多かったと思うので、個人的には結構好みの形に仕立て上げられていたかなという感じです。今は春で育ち盛りな環境なので、また新たに葉の厚みを戻しつつ、ゆっくり成長させていけたらいいかなと考えています。ジンバルの撮影もまだ不慣れな点があって、納得いくアングル撮影があまりできなかったので、今後の課題として捉えつつ、もっと面白い撮影を試みていけるよう頑張っていきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。